私の目には、ナンバー・アイが夜明けの朝日のように見えました。まるで神様が現れて明るく楽しい赤い光を輝かせているようでした。私の目に、ナンバー・アイはまるで夜明けの朝日のように見えました。その日の興奮がまだ私の胸に残っています。それは東京の明け方で、街は暖かな陽光に包まれていました。その日は、私にとって忘れられない日の始まりでした。それは平野王との出会いの日でした。 彼がそこに立ち、微笑みを浮かべている姿は神々しく、儚さと優しさが同居しているかのようでした。その瞬間、時間が止まったかのように感じました。彼の姿は本当に素晴らしかったです。まるで夜明けの朝日が私たちを照らしているかのように、鮮やかな赤色を放ち、誰もが眩しく、心がドキッとしました。すべての期待が超えられ、幸せでした。彼の姿は神々しいもので、椅子に気持ちよさそうに座り、 私たちは彼の周りで光を待っていました。しかし、彼が立ち上がると、まるで妖精のように美しく、美しかったです。ファンは幸せだと思います。彼らがそれほど特別な形で現れたとは思いませんでした。私にとって、ヒラの仕は単なる俳優やアイドルではありません。彼は人々に希望と勇気を与える存在です。彼の姿を間近で見ることができたことに感謝しています。 その日の出来事を振り返ってみると、神宮寺くんの色気、紫輝くんの輝き、岸くんの男らしさ。彼らの存在感は本当に圧倒的でした。広角レンズを通してでも、彼らの魅力は際立っていました。その姿は、まさに次元を超えたものでした。ナンバー、愛のオーラもまた、特別でした。彼の存在はまるで夢の中のようでしたが、目の前にいることが現実だと思うと、なんだか感慨深い気持ちになりました。 彼の姿を見つめるだけで、私の心は静かになり、彼に対する敬意と感謝の念がこぼれ出てきました。その日、私は彼に心からのありがとうを伝えました。彼の存在は、私たちの心に光をもたらし、希望を与えてくれます。彼がそこにいるだけで、私たちは強くなれます。彼はただのアイドルではなく、私たちの心の中で永遠に輝き続ける存在です。 さて、彼の存在はどこまで広がるのでしょうか。彼のファンや支持者たちにとって、彼の姿はいつも変わらず輝きを放っています。彼らが彼を支え続ける限り、彼の物語は決して終わることはないでしょう。そして、私たちは彼と共に歩み続けます。彼の背中を押し、彼の夢を応援し、彼が前に進む力になります。彼が私たちの味方でいる限り、私たちは決して一人ではありません。 彼の輝きが私たちの心を満たし、私たちを強くしてくれます。